昨日ねゴ、えーウォルバーハンプトン戦でミッドマカオルがスーパーゴールとアシストを決めてでその後試合がぶっ壊れてブライトン2連勝えー、この試合見てねデゼルビって超優秀だなと思ったっていうなんでかって言ったらゲームモデルね複数持っててそれ試合ごとにね選手が使い分けてんのよ まずよくある形がこのソリーマーチとかミッドマがこうやって抜いてマイナスのクロスってやつでしょう。でこれで当たって入ればいいんだけどまあこれじゃなかなか入らないよねってことで何やりだすかって言って、ね、こんな感じ。 下がって、でまあグロスもこんな感じに下がって、で三角形がいっぱいできるから、これでチクタクチクタクボール待ち出すのよ。うん。縦でこう当ててポン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 みたいな。そしたらどっかでギャップが生まれてきて、でスペースが生まれてきたらスルーって抜けるような感じなんだけど、まあこれでもなかなかね、あの守備組織が壊れないときって何するかっつって、いきなりね、こうやってグワッと下がって、で疑似カウンター。 まあ、要するに、こういうフォーメーションにしといて、多分ギルモはもうちょっと前に出てるかな。で、エンシスを、うん、グロス、これチクタクチクタクやりながら、で、最終ラインまでパスを回すのを厭わない。で、ダンクがこれになってきたら、ここら辺つ、うん、吊られてくるでしょ、センターバックが。そしたら、ここにね、広大なスペースができるから、昨日のミトマ君みたいなこれ、ブワッといけばいいわけで。これが疑似カウンター。で、ソリーマーチはそこまで脚力がないから、まあ、いけないこともないんだけど、やっぱ三笘君仕様だよね、この疑似カウンターは。 で最後にハイラインハイブプレス経験プレスこれどういうことかって言ったら演出がバカみたいに追っかけてたでしょう。 で、ファーガソン使えっていう人いるかもしれないんだけど、なんであれウェルベック使い合われるかっていうとね、まずね、このチェイシングとか守備とかプレスとか、で、もう一つがね、この縦パスでのチクタクギャップ作るっていうのはウェルベック超うまいから、まあだからこのゲームモデルを4つ機能させるのにウェルベックっていうのは多分かなり重要なんじゃないのかなっていう。で、マクアリスターと解説がいなくなってどうなりましたかってって、 えーとまず、カイセドがいなくなることで、インテンシティが、うん、低くなるから、そこで守備で受け止めることがあまりできなくなる。となってくるとね、フォローのね、守備の対応がうまくなって、例えばウェブスターとかこうや釣られてて、国の,の食うのめっちゃ早くて、そしたミルナとかこう入ってるんだよね、うん、見てたら。 で、こういう風にピニャンとかもグロスとかもこう詰めてて、で、ここであのミッシュ地帯作っておいて、で、ウォルブハンプトンだと多分2人か3人でしか攻めれないから、これ、ブワッと抜かれたところでそんな痛くないというね。うん。で、人数揃ってれば大丈夫。ただまあ,あの、カウンターの局面においては、ちょっと足が遅い選手がセンターバックにいるから怖いなって思いつつ、で、えっと、ここでね、ちょっと面白いのが、 やっぱ可変式なんだよね。うん。たいこんな感じなのかな。疑似カウンターを狙ってるときはたいこういうふうに、えっ、ー、と、2、4、4、2、4、2、2か。うん、で、三く君とマーチがこう張ってて、いつでもこう抜けれるように、こういうふうにつられて。だから、偽フォはセンターフォワードが2人いるような状態なのかな。演出がね、とにかくチェイシング、それから、あの、ボールキープ、うまくて。 マクアリスターが抜けてで演出相が代わりになって演出相ドリブルできてまあマクアリスターもうまかったけどただ決定力という面で考えると演出相が入ったことによってプラスなんじゃないしかも守備の質かさ演出の方が上だしでギルマは この人の場合、えー、っと、カイセドン比べたらインテンシティとかデュエルは弱いんだけど、うん、ちっちゃいからね、160億センチのスコットランド人みたいで。だけど、この人の場合、足元の,あの華麗さがあるから、だからキープ力っていう面で考えたら、ボールキープってことを考えたらもっといいんだけど、まあ、だからカイセドがいなくなって、で、守備の,あの強度がなくなった分、何で補ってるかって言ったら、これ、うん、あの、ハイプレス、ハイライ。ン。 これで仕掛けてて、で、まあ、あのー、何、ボールホルダーがこっちあったら、この、えーと、ウィークサイドの方が下がって、で、まあ、フォローに仕掛けてるって感じだったのかな。だからね、相当このブライトンね、なかなか寝れてるなぁとか思ってね。うん。で、縦関係のチクタクだとこんな感じ。 ギルモアが若干来て、これも最初行ったんだけどね。で、これ見てほしいのがね、えー、っと、シティか。シティだと3枚で、えっと、2枚って感じで。で、5人で回してるんだけど、ブライトンだとね、1、2、3、4、5、6、7。で、さらにとこいつらも下がってくるから、だから、えー、っと、9人。 うん、9人でパス回ししてんだよね。だから、なかなか取られないよなっていうね。うん。で、しかも、あの前線にチャンスがあったら、一気にスルーパスとかロングパスを放るから、この辺のダンクとかウェブスターあたりが。ミルダーも多分いけるんじゃないのかな、もう。うん。っていう感じでね、ブライトン、相当面白いチーム。これね、何が言いたいかって言ってね、まずね、ポゼッションからのこの A プラン。これね、相手がベタ引きの時。 で、縦パスでチクタクギャップ作るっていうのは、これ相手がね、ある程度見るミドルレンジでプレスかけてきたときに、こうやってチクタクチクタクやるんだよね。うん。チクタクチクタク。これ去年もやってたんだけど、今年もっと早くなってないっていう。で、最後相手がハイプレス、ハイラインかけ,かけてきたときに疑似カウンター、こうやって。うん。いやー、これ全対応型で、だから相手がどういう対応するかによって、どのプランをやるかっていうのを決めてるみたいで、 これ誰が決めてんだろうねって思ったんだけど、多分ダンクだと思う。うん、ダンク。この人が一番年俸高いらしいから、で、どうやって決めてるかって多分ね、この人のね、ラインの位置によって、どの戦術にやるかって決めてんじゃないのかなっていう。だからね、これ、レアルっぽい、全体大型、いわゆるカウンター、ポゼッション、えっ、ー、と、ハイ、ショートカウンター、ハイプレス。うん。で、リトリートもできて、で、リトリートはどうも捨ててるみたいっぽいね。うん。<laughs> 守れたらいいね、と人数かけて。 だから決定権演出を戦術で徹底的にやってるこれデゼルビー。こんな監督ちょっとあんま見たことないっていうか、ペップでもね、あの最後のところはもう選手の能力か、またはこのクロス、速いクロスに任せるかぐらいだったと思うんだけどね。で、プレス設定もね、この人得意で、フォロー、ディフェンスのフォローも得意で、 まあこの人ね、ほんとレアルっぽいんだけど、でもレアルの場合は個々の選手の判断とか、能力に任せてるんだけど、この人の場合はある程度戦場で叩き込んでて、こんな監督ちょっと見たことないというか、うん。だからこの人来年ひょっとしたらね、うん、どっかのビッグクラブ引き抜かれてるんじゃないのかなと思ってね。で、水戸君もね、あの、シティ行った方がいいんじゃねって思ってたんだけど、 俺はねちょっとこの2連戦見てここに残って、うん、今シーズン10ゴール20アシストでも決めてそこから180億円とかで移籍金でビッグクラブ行くのがいいんじゃないのかなっていうクバラツヘリアぐらいの評価を得て実際それぐらいの評価を得ると思う。うん と、まあ、ということでね、えー、ミッドマカオリのスーパーゴールだけじゃなくてこのブライトンのチームの作りちょっと注目して見てみてくださいめっちゃ面白かった、うん、その後ねリバプールの試合見たんだけど遠藤航のいやー1人欠けてたとはいえあの個人能力に頼りきったあの攻撃守備一体何なんだろうってね、うん、今年リバプール苦戦すると思いますということでね失礼します